中国で日本人学校に通う男子児童が刺され死亡した事件から今日で1週間を迎える前に、北京に駐在している金杉憲治大使は、こんなことは二度と起こしてはいけないと述べました。金杉大使は昨日、日系企業が多く進出する大連市のトップと会談し、在留日本人の安全確保のための対策強化を要請しました。その後、日本人学校を訪問し、授業の様子などを見学した金杉大使は、事件から今日で1週間を迎えるのを前に、次のように述べました。こんなことは二度と起こしてはいけません。中国のそれぞれの地方政府にも真剣に取り組んでほしいなと思います。また、金杉大使は、中国外務省の報道官が、日本国内で事件と反日感情を煽る SNS を関連付けるのは事実に沿っていないと主張したことについて、かなり戦場的なコメントが載っているのは事実と述べました。